桐生、こいつは力也。どうやらラウはジャカの連中を使ってお前の相方を探し回っているらしいな。もしもし、俺だ、キリュウだ。ああ、兄貴、どうしたんすか。お前、今どこにいる。え、いや、起きたら兄貴がいなかったんで、一人で街をぶらついてるんですけど。ああ、なんだあれ。どうした、リキア、何かあったのか。おい、誰だお前ら。リキア、おい、リキア。
こうすればお前に会える。だからこいつさらった。お前たちの目的は知ってる。その男は関係ない。今すぐ話せ。分かってないな、お前は。俺が浜崎という男に協力したのはお前への復讐、それだけ。だから力也を。さあ決着をつけよう。飛龍カズマ。勝負は終わってない。おやっさん、あんた、あんた風間のおやっさんじゃないのか。どうして、どうして大吾中原を撃ったんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが、どうした？まだ痛むのか？いえ。兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今まだあの絵の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。分かったか？はい。どうした？何？白鵬会の会長が？おい桐生、
どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。